はい、皆さんこんにちは、おたまです。いつもね、動画をご視聴いただいてありがとうございます。今日はね、久々のね、動画を撮っていきたいと思うんですけど、ピーター・マッキノンとノマティックのね、コラボバックパック、が1年前にね、クラウドファンディングで、まあ開始されたんですけど、まあ非常にね、いろんな遅延とかで、もう1年経ってしまって、それがようやくね、家に届いたということで、実際に使ってみて、非常にクオリティが高いことが、分かりました。バックパックね、非常にカメラバック悩んでいる方、いらっしゃると思いますので、ぜひね、このバッグを参考にしていただければと思います。僕が今まで買った中だと、一番ベストで、かっこいいものだと思うので、ぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。ピーター・マッキノンとの、コラボの、ノマティックのバックパックになっております。非常にね、シンプルで、かつ、マットな仕上がりでかっこいいものとなっております。この動画ではですね、まず、価格、そして、デザイン、機能性、最後に、ちょっとね、ここ微妙かなって思うところをね、話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず価格なんですけど、こちらね、デザイン非常にシンプルでかっこいい。だいたいカメラバッグって価格が、1万、まあ、ちゃんとしてるのだと1万5千円からだいたい高いのだと5万円ぐらいしたりするんですけど、こちらはね、日本円にして3万円です。ただしこれはクラウドファンディングでアーリーバードで安くなっていたものを購入したものなんですよね。で、これおそらくなんですけど、まあ、今後 Amazon とかでも発売される可能性が高いです。ただし、その時のお値段はおそらく3万円ではなく、もう少しね、もしかしたら4万5千円とか5万円とかになってるかもしれないので、そこだけご注意ください。そして、デザインについて、お話をしていきたいと思います。デザインですね、外観非常に、クールです。まあ、ロゴに関してもね、控えめになっていて、正面についてはいるんですけど、そこまでね、主張しないようなものになっています。で、仕上がりが非常に素材感も高級感があって、外観を見てみると、デザインの外観として、まず横にね、三脚を刺すところがあります。で、ここ磁石でくっついているので、非常にスマートな設計ですね。まあ、使わない時には、もうすごく綺麗にスパッとなっていると。で、ここにね、フックを引っ掛けるような、ものが、両サイドに、ついていて、反対側ですね。今三脚を実際に刺している状態で、ここにフックが、もともと同梱されてるんですけど、まあ、フックもね、非常に良くて、ここ分かりづらいんですけど、ロック機構があるんですよ。ここロックしてると動かないようになるんで、ここがね、結構いいです。ここまでね、配慮してるのってなかなかなくて、まあ、すぐにね、こう緩んじゃったりだとか、使いづらいなって思うことがあるんですけど、まあ、細かいところまでしっかり、配慮されているような感じです。今、マンフロットのね、これ結構高い位置まで、調節できるものなんですけど、それもね、入るような感じです。ただしね、逆さまに入れてる状態なんで、こっちのね、この雲台とかがついてるごっつい部分は少しね、入りにくい。まあ、ちょっとね、怖いなって思ったんで、入れないようにしました。まあ、逆さまに入れたら普通に入るような、ぐらいのサイズ感になっております。で、正面はね、ここにちゃんとチェストが、安定するような、部分が、デザインされていて、クッションに関しても、非常にね、分厚いクッションなんで、背負っていて、負担を感じさせないような部分になります。これは背面に関しても同様に、クッション性があるので、背負っていてね、すごくこう、体にドシンと負担が、来ないような、感じさせないようなものになっています。で、ここにね、ピーター・マッキノンのロゴがついていて、ここも非常にかっこいいですよね。で、かつ、スーツケースのね、部分、通せる。上のね、持ち手の部分が通せるような設計になっているので、たくさんね、荷物を持っていても、非常に軽快に持ち歩くことができるのかな、っていうふうに思います。側面に、こっちかな。こっちの部分に、ジップが1個ありまして、このジップを開くと、ここにね、まあ、ラップトップであったりだとか、タブレットとかをしまえるような空間が1個入っております。非常にクッション性が高いので、機械を入れてても安心かなとは思いますね。で、かつ、ここから、ジップの中身、確認していきたいと思うんですけど、ここですね、上に2つのジップがあって、まず一番上のね、ジップの、部分。まあ、今はちょっとね、もうデザインの部分はご紹介させたんですけど、これからはね、少し機能の部分とデザインを同時にね、お話ししていきたいと思います。まあ、こういう風に、小さいとこなんですけど、こういうジップの先にね、ピーター・マッキノンのロゴが入ってたりだとか、ごめんなさい、これ見えないね、これは。見えにくいけど、入ってます。で、加工に関しても、こんな感じでね、なんかほつれていかないように、熱でね、こう溶かして加工されてるとか、こういう細かいところが非常に嬉しい部分ですね。で、上の部分を、開けていきますと、こんな感じ。
まあ色がねちゃんとこうブラックで統一っていうよりかは変えられてるので中身が確認非常にしやすいですよね。でここに、ジップ、機能的なジップが一つありまして、まあお財布を入れたりだとかっていうところができます。メッシュのポケットが両サイドについてます。ここにね両サイドがついているので小物とかをねここにしまっておくことができるかなと思います。でまあここにねある程度の空間があるんで、まあ、ちょっとした1日の旅行とかになってくるとここにね服簡単に入れていけるんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとあまりにもね、量は少なくなっちゃうんで、まあ遠出するんだったらスーツケースと一緒に兼用するのがいいのかなと思います。そしてね、2つ目の、ジップです。2つ目のジップに行きますと後ろ全開になります。このまま後ろの部分がこう全開になっていくような感じですね。で今ちょっと小物入れてるんですけど、先にねこの開いた後ろの部分です。ここに、何もないんですけど、ジップが2つあってポケット2つですね。なんで先ほどのジップ1つとサイド2つと、ここで合計で5つのポケットがあるような感じです。でここにね充電器だったりだとか、まあ、細かいね小物入れておくと便利なのかなっていうふうに思います。かつこっちの内側の部分ですね、内側の部分には先ほどの上から開けた部分にアクセスできるように磁石でここくっついてるようになってます。結構磁石がね多用されてて、これが結構嬉しいです。個人的にはやっぱクイックに取り外せてクイックにね使えるって非常にいいことだと思うので、ここ空間にアクセスすることができますよと。でそして下にどんどん降りていくんですけど、今ちょっと小物、これ無印のねトラベル用のなんかこうハンガーが付けられるやつ入れてたりだとかしてます。でね、ストラップがここに今入れられるような空間があって、今ここにねストラップ入れてるけどちょっと取り外しますとこんな感じの、元々は空間になっています。上のねさっきのアクセスさせる部分とここに、機材を入れられる空間っていうのがあるような感じですね。でここにさっきの、これキューブっていうものなんですけど、中にね仕切りが入っております。仕切りの中にはですね細かくこんな感じでデザインがされてたりするので、こういう細かい仕事いいですよね。側に関してもただのね、そのままシンプルなものじゃなくてちゃんとこういうロゴが入ってて、質感に関しても非常に、高級感があって所有感をね持たせてくれるようなものになっております。でここの中にフィルターを入れているという感じですね。でカメラがここに入っていて小物をここに入れるっていう感じで、今僕は仕切りを作っているような状態になってます。でこれをそのまま中にセッティングしていって、でここにね僕だとしたら、まあ、ドローンを入れたりだとか、まあ、小物を入れたりだとか、まあ、そこはね行く旅行のシチュエーションに応じて変えていくような形になりますかね。うん、ここにストラップとか入れてもいいかもしれないです。まあ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 それは人それぞれなんですけど、まあこれぐらいのね一応空間があるので、まあ簡単なショートトリップだったら、まあ、このバックパック1個だけでいいのかなと思うんですけど、やっぱりねこの空間だけに、まあ、ちょっと服とか全部入れるっていうのは、まあなんか5日間行くとか海外旅行っていうのはさすがにねちょっと無理かなと思うんですけど、一応ねこんな感じでボコッとここがね広がってくれて、上の空間を広げることもできたりするような仕様になってます。で本当であれば、まあ、キューブとかっていうのはねもう一個購入することができるので、ここを大きめのキューブで、カスタマイズすることもできるし、小さいキューブを2つ入れることもできるし、まあ、そこはね好みだったんですけど、まあ、Amazon で今これ注文することをできないんですよね、この中身のキューブとかっていうのは。だからちょっと僕はねこの本体とキューブ1個の値段で、3万円ぐらいの金額になったっていうものですかね。はい。まあ、一応な、中の状態とデザイン、機能性、外観のデザインっていうのは以上になりまして、まあ、皆さんどうですかね。まあ、僕はね、非常に満足していて、クオリティ高いなと。3万円とはちょっと思えないような感じがありました。気持ち的には、まあ、5万円かな ?5 万円とか、まあ、4万5千ぐらいの製品を安く買えたような気持ちに、なっております。ただね、どうしてもやっぱ完璧っていうのはどうしてもなくて、まあ、個人的にここ微妙だったなって思うところが、まあちょうどそうですね、まあ2、3点ありまして、まずね、まあ、空間をちょっと活かせてない部分っていうのは細かいところでどうしてもあるんですよね。例えばここのねポケット2つあるけど、ここの部分何もなかったりするんで、もうちょっとここの部分はなんか有効活用できたらいいなっていう気持ちはある。あとここのねこれよく見るとここにねボタンみたいなのがあって、ここでねこれを取り外せたりするんですよ。ただこの付け位置がちょっと奥まってるんで若干スペース無駄にしてるなっていう気はします。でこ
ここのね、メイドインベトナムっていうこの紙があるんですよ。この紙、紙がこう、まあでも挟まるね。うん、挟まんないんだけど、まあ挟まる時とかがあったりするとちょっと邪魔だなって思うんで、まあ、ジップ付近にこれつけるんじゃなくて、こういうね、ジップのない場所にね、できればつけてほしかったなっていう、まあ気持ちはあります。まあ、単純にこうやって広げた時にデザインこれ邪魔だよね。これ。これ嫌じゃない？これ。中、チャッチ、邪魔だから、これ下に見えにくいところにできればつけてほしかったなっていうのが、個人的な、微妙なところかなって思うのと、あと最後に、これ最初に紹介したんですけど、ジップめちゃくちゃあるんですよ。横のサイドジップもあるし、上からアクセスするためのジップもあるし、いろんなジップがね、混同してるんですよ。こんな感じで。こんな感じでね。まあ、まず一目でどのジップを引っ張ったらいいのかっていうのが微妙に分かりづらい、これ。まあ、慣れれば、だから多分この先を変えてるのかなっていう気はするんですけど、この先をね。デザインを変えて、まあ、あえてデザインでやってるのか、まあ、それともここを認識させるためにやってるのか、ちょっとわかんないんですけど、ここがね、渋滞しててわけわからなくなるし、で、開けにくい、そして。これはね、ちょっと構造上ちょっと微妙だなっていう思った点になりますね。サイドジップに関してもちょっと横に来てたりするんで、微妙にややこしい。別にこれ上開けじゃなくて、下から開けるタイプでも全然良かったのかなっていうふうに、感じてるんですよね。だここはね、ちょっとね、まあ、機能性として微妙に使いづらいなって感じるところではあります。ただね、3万円っていうところで、しかもこのデザインだと、まあ、僕はね、すごく価値の高いものだなと思いますし、まあ、これがね、ラクマとかね、他のフリマサイトとかでもしかしたら高く売られてしまうんじゃないかなっていう気がするぐらい、物はいいなというふうに感じました。まあ、本当ね、全部をちょっと伝えることはできないんですけど、まあ、ざっくりとね、僕が使ってみて、まあ、良かったところ、デザイン、機能性、価格の部分、コストパフォーマンスのところをご紹介させていただきました。皆さん、いかがでしょうか？まあ、これね、まあ、いろいろ言ったんですけど、まあ、個人的にはめちゃくちゃいいものなのかなっていうふうに、思っております。ぜひ参考になりましたら、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。またね、ここどうなんですかとか質問とかもしあればね、皆様ぜひコメント欄で気軽に聞いてみていただけると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。またね。